駅は、新幹線改札内は JR 東海、在来線改札内は JR 西日本と管轄する会社が異なりますので、それぞれ独自の店舗展開をしているのです。新大阪駅から在来線特急金沢方面行き、サンダーバードや山陰方面行きのコウノトリ、スーパーハクトなども運行されていますので、駅弁の需要はそれなりにあるのです。では、どうぞ。新大阪駅にある駅マルシェを紹介したビデオが話題になっていました。駅マルシェ新大阪は、JR 西日本エリアで最大規模を誇る商業施設で、ビデオでは、施設内にある大量の駅弁やお土産、日本一値段の高い駅弁などが紹介されています。そんなビデオには、海外から多くの驚きの声が寄せられていました。新大阪から東京に戻るチケットを買った。1時15分。駅弁を食べようと思ったら、たまたま新大阪駅は駅弁の宝庫だった。ここはセブンイレブンね。大量のお土産がある。阪神タイガース。ここは東京ジャイアンツのエリアじゃないんだ。冷凍たこ焼きだらけだ。3時00分。いやいや、駅弁を探してるんだ。ここには日本一高い駅弁もあるんだよ。駅マルシェと呼ばれるエリアで大量の弁当が売られてる。うお、神戸牛だ。この弁当は2万円だよ。目の前で焼いてるんだね。電車で熱々が食べられるわけだ。買えないけどね。3万円の駅弁がニュースになってた。今度紹介しようかな。他の YouTuber が紹介してるだろうけど。5時20分。向こうにもっと安いのがあるから。関西巡り、たこ焼きとか串カツ、関西のものが詰め込まれてるんだね。関西派肉がいっぱいあるね。おお。半熟卵。大好物なの知ってるでしょ。うなぎが売り切れてる。欲しかったのに。これは、うなぎと焼肉が入ってて良いのに、売り切れだよ。多すぎる。あまり多すぎると、決められなくなるよ。全部美味しそう。東京にも、同じような店があったけど。信じられない多さだよ。歩きながら考えてる。9時39分。マルシェは多分フランス語だけど、フランス料理はないよ。これは串カツだね。そもそも駅弁じゃなくてもいいかも。551蓬莱はシューマイで有名だ。チーズケーキだ。京都の抹茶ロールケーキ。抹茶チーズケーキまで。やめてー。12時25分。ここにはレストランがある。これが3万円の駅弁だよ。神戸ビフテキ。551蓬莱ね。みんなお土産に買って帰る。牛カツサンド大好き。日本一美味しいサンドイッチだよ。いくらだろう。探してみる。めっちゃ安い。たったの10ドルだ。君に決めた。23時50分。隣の人の迷惑になりたくなかったから移動した。駅弁とは違うけど、これは駅弁に匹敵するかそれ以上かも。新大阪は駅弁を買うにはもってこいの場所だよ。時間がなくてもカートで売ってる。2、3種類だろうけど。海外の反応。アニメの世界みたい。この大阪の駅の駅弁の方がまともなレストランの料理より種類が多いよ。出来たてで値段も安いしね。しかも景色を眺めながら自販機のドリンクと一緒に食べられる。これ以上のものはないよ。これは弁当パラダイスだね。なんか究極の選択みたいだ。2万円の駅弁と2万円の JR パスのどっちがいい？2万円の駅弁を買えるような人が飛行機じゃなく電車を使うの？大阪から東京に戻るなら新幹線の方がはるかに便利だよ。飛行機よりも快適なのは言うまでもなく。どれくらいの外国人が2万円を間違えて計算してるんだろう。21ドルだと思ってレジの前に立って。うお。って。サンドイッチは美味しかったの？美味しかったけど、2番目ビーフサンドのことが一生気になるだろうな。比較すべきだった。
なんで6個入りが2100円で、4個入りが1080円なの？ 6 個入りは、肉の量が倍で、ボリュームがあるから。日本がすごく恋しい。特に大阪が。駅弁は大好きだよ。毎回選ぶのに苦労してる。駅弁は本当に美味しいよね。駅弁を食べるためだけに、電車旅行に出たくなるよ。新大阪駅を散策したのが懐かしくなるよ。まさにありえない場所にあるフードヘブンだった。ハローキティ駅弁が気に入った。サムライキティが欲しい。キュートすぎる。こんなにすごい食べ物だらけだと何時間も迷いそう。すごい。あのチーズケーキを食べすぎてシュガーラッシュになりそう。ラーメン弁当とか麺料理系はあるの？近畿味巡りがお気に入り。1ヶ月後には大阪だよ。めっちゃワクワクしてきた。冷凍食品をどうやって溶かさずに持って帰るの？アイスパックを一緒に入れて、制限時間までに家に帰るように言われるんだよ。うまく包装するから、数時間は大丈夫なことが多い。それも、日本の接客サービスのような気がする。アメリカではありえないから。アメリカはカオスになってるよ。左派 vs 右派、リベラル vs 共和党、保守。トランプ支持者 vs トランプアンチ。君のビデオは楽しめるよ。カオスを忘れさせてくれる。俺も兄弟も日本語ができないから、弁当は色で選んでるよ。どれも美味しかったけど、何を食べたのか定かではない。新幹線じゃない方の在来線側にもたくさん売ってます。在来線改札内に駅中施設駅マルシェができて、駅弁に関しては、むしろ新幹線じゃない方が品数が多いと思います。ちなみに、先日テレビ魔法のレストランRで、神戸牛ステーキ弁当の店舗を取り上げ、おそらく、新大阪駅で、最高額の1個3万円の弁当が紹介されていました。オーダーが入ってから調理をするもので、1週間に、2個のペースで売れているそうです。